西漢方薬店の西です。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。1分でわかる小薬解説、本日は5になります。牛科の動物、牛や水牛の胆のうや胆管の中にできた結石を用います。いわゆる牛の胆石です。牛の胆石は1000頭に1頭の割合でしか発見されないため、大変貴重品とされています。現在、牛の胆汁を取り出して結石を合成した人工合黄や、牛の胆嚢内で人為的に結石を形成させた培養合黄などが安価な合黄として開発されています。漢方の働きとしては、熱を冷ます清熱作用、胆汁の流れを良くする利胆作用、心臓の働きを強くする強心作用などがあります。代表的な処方に、熱病による意識障害や熱性痙攣、脳卒中に用いる合黄精神源、一般薬として動悸、息切れ、気付けに用いる休心などがあります。ぜひ覚えてみてください。西漢方薬店ではオンラインでの漢方相談を行っております。漢方相談は無料で、説明に納得していただいて漢方薬を購入する形をとっております。ぜひご気軽にご登壇ください。それではまた。